ダニエル・ポールコーロン部はアメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のミネソタツインズ所属。相性はフランス系アメリカ人であるためフレンチ。メディアによってはコーロムと表記されることもある。2008年の MLB ドラフト17巡目でロサンゼルスドジャースから指名されたが、この時は入団せず。 2012年の MLB ドラフト25巡目で、再びドジャースから指名され、6月15日に契約。この年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズで、プロデビュー。3試合に登板して、防御率1.50、8奪三振を記録した。7月に、A 級、グレートレイクスルーンズへ昇格。4試合に登板して0勝1敗1セーブ。 防御率3.72、29奪三振を記録した。2013年は A 級乱直過門がクエイクスでプレーし、54試合に登板して4勝2敗1セーブ、防御率4.05,85奪三振を記録した。2014年はまず A 級乱直過門がでプレーし31試合に登板して3勝、0敗5セーブ、防御率3.05、 61奪三振を記録した。7月に AA 級チャタヌーガルックアウトへ昇格。AA 級チャタヌーガでは18試合に登板して0、勝0敗1セーブ、防御率2.57、31奪三振を記録した。9月16日にドジャースとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。 5点ビハインドの7回裏から登板し、1回を無安打無失点1奪三振に抑えた。この年メジャーでは5試合に登板して、防御率4.15、4奪三振を記録した。2015年は5試合に投げ、防御率7.56という内容であり、9月6日に DF となった。2015年9月10日に金銭トレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。 アスレチックス加入後は9試合に投げ、防御率は3.52と大きく改善された。2球団合計では14試合に投げ、防御率5.63、16.0イニングで9、死球、11脱三振、ホイップ1.63を記録した。11月25日に、ジェドラウリーの加入に伴って、ディエフェとなり、12月5日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級。 ナッシュビルサウンズへ配属された。2016年の開幕はトリプル A 級ナッシュビルで迎えたが5月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は35試合にリリーフ登板して3勝1敗、防御率4.53、ホイップ1.13という成績を記録。また47.2イニングで54個の三振を奪い。 三振脱出能力の高さを発揮した。2017年はチームトップの72試合に登板し、2勝2敗、13、ホールド、防御率3.48、39脱三振を記録した。2018年9月3日、アーロン・ブルックスの加入に伴ってディエフェとなり、5日にマイナー契約でトリプル A 級ナッシュビルへ配属された。 この年メジャーでは27試合に登板して1勝1敗、防御率4.56、26奪三振を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2018年12月20日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。年は開幕から 参加の AAA 級スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーしていたが7月1日に自由契約となった2019年7月19日にミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結んだ移籍後は参加の AAA 級サンアントニオ・ミッションズでプレーしていたが8月29日に自由契約となった2019年8月31日に再び ヤンキースとマイナー契約を結んだ。オフの11月4日に FA となった。2019年12月19日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2020年8月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月28日に DF となり30日にマイナー契約となった。 レギュラーシーズン終了後の10月13日に FA となったが12月17日にマイナー契約で再契約を結んだ。2021年6月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。